皆さんこんにちは。今回はテントガール事件についてご紹介したいと思います。それではご覧ください。アメリカケンタッキー州ジョージタウンにあるジョージタウン墓地、ここには30年間身元不明だった女性の墓がある。彼女の名は通称テントガール。テントガールはテントのシートに包まれ遺体となって発見されたことからそう呼ばれていた。警察は身元の特定すらできず、テントガールが何者だったのか誰にもわからなかった。事件は未解決に終わるかと思われたが、ある青年が独自に調査を行い、ついに真相を突き止めた。彼が解き明かしたテントガールの正体とは。1968年5月17日、アメリカケンタッキー州ジョージタウン近くの国道沿いで、ウィルバー・リドルは古い緑色のシートに包まれた奇妙な塊を発見した。リドルは近づいてよく見てみると、その塊はシートごとロープで縛られており、隙間から人間の体の一部が飛び出していた。ウィルバーは近くのスタンドに慌てて駆け込み、保安官に電話をかけた。保安官が現場に到着すると、中身を確認するためロープが切られシートが開かれた。すると中から若い女性の遺体が現れた。腐敗がひどく、死後かなりの時間が経過しているようだった。遺体はそのまま病院に運ばれ、司法解剖が行われた。被害者は白人女性で、推定年齢は16歳から19歳、身長154センチ前後、髪は短く赤褐色の髪をしていて、体内に毒物の痕跡は見当たらなかったが、頭部に殴られたような跡があった。事件を捜査していたのは州警察のエドワード・コーネット刑事と彼の上司アルギン・ロバーツ警部補である。コーネットは遺体の身元を特定するため検視官に指紋の採取を依頼したが、腐敗がひどかったため特殊な薬品に1週間浸してようやく指紋を取ることに成功した。検視の結果、死因は不明だったが、頭を殴られて意識を失い、シートに包まれて窒息したものと推測された。また遺体と一緒に白いタオルのようなものも見つかったが、何に使われていたのか不明だった。遺体を包んでいたシートやタオルなどの証拠品は FBI に提出され、製造元の特定が行われることになった。この時点で彼女の身元は不明だったが、遺体発見時キャンバス生地のテントに包まれていたことから、捜査関係者の間でテントガールと名付けられた。彼女の身元を特定するため似顔絵を作成して地域の新聞に掲載すると、多くの反響があり問い合わせが殺到した。すぐにテントガールの特徴に酷似する少女の情報がもたらされた。少女の名はデビー・クレーン。警察の報告書によると、仲間の不良グループと家を出たきり行方不明だという。最後に目撃されたのは1968年3月3日で、友人と青のシボレーに乗り込むところだった。ロバーツ警部補はテントガールのファイルとデビーの情報を見比べると、身体的特徴がほぼ一致していた。ロバーツはデビーの歯に関する記録を入手すると、テントガールの歯型と比較した。テントガールの歯は前歯に隙間がある特徴的な形をしていた。デビーも同じく前歯に隙間があり、テントガールの歯とよく似ている。その後の調べで、デビーは家を出た後ケンタッキー州ケントン郡に向かったことが判明した。そこはテントガールが発見された現場から車でわずか1時間のところだ。テントガールはデビー・クレーンである可能性が高まった。6月13日、デビーの叔母がテントガールの身元確認をするためジョージタウンに到着した。叔母はテントガールの写真を2時間かけて確認したが、腐敗がひどくて確信が持てないと語った。警察はデビー・クレーンとテントガールが同一人物であることを期待していた。だがその期待はすぐに打ち砕かれることになる。ある日、警察に匿名の電話がかかってきて、デビー・クレーンはテントガールではないと
不機嫌な声で電話の男は話し始めた。彼女を見つけたければペンシルバニア州ブラッドフォードに行け。彼女は生きている。そう言い残すと男は電話を切った。6月17日、捜査官はブラッドフォードに行き、デビーが恋人と一緒に住んでいるのを見つけた。テントガールの行方を追っていた警察は思いがけず、一つの失踪事件を解決してしまったのだ。これは喜ばしいことだったが、テントガールの捜査は振り出しに戻ってしまった。同じ頃、ペンシルバニア州ノーサンプトンで少女の遺体が見つかった。彼女はキャンバス生地の袋に包まれて、上から縛り付けられた状態で幹線道路沿いの小川に放置されており、テントガール事件と状況が酷似していた。遺体の身元はキャンディス・クロティエ16歳で、1968年3月9日に自宅から姿を消していた。ノーサンプトン警察署のアンソニー・フェルギオーネ署長はテントガールの事件と関連性があると考え、ケンタッキー州のコーネット刑事に連絡を取り、捜査の協力を申し出た。まず互いの事件を比較すると、遺体発見時の状況が驚くほど一致していた。どちらの事件も死因は特定できず、遺体はキャンバス生地に包まれロープで縛られている。頭部の同じ部位に外傷が見受けられ、道路沿いに放置されていた。フェルギオーネはテントガールがペンシルバニア州出身ではないかと疑い、似顔絵に似た行方不明の少女を探したが見つからなかった。その後再び捜査は行き詰まった。キャンディス・クロティエとテントガールの事件は同一犯の可能性が考えられ、捜査が進められたが犯人の特定には至らなかった。またテントガールから採取された指紋は他の行方不明の少女と比較されたが一致しなかった。全米の行方不明者はあまりに膨大で、テントガールに似たティーンネイジャーは数百人から数千人いるとコーネット刑事は述べた。 FBI ではテントガールが包まれていたキャンバス生地のテントやロープも調べられたが、どれも一般的なものであまりに多く流通しており、出所を特定するのは不可能だった。この間テントガールはジョージタウンにあるジョージタウン墓地に埋葬されていた。彼女の墓石には次のような文章が刻まれた。テントガール、1968年5月17日に国道沿いで発見された。年齢16歳から19歳、身長154センチ、赤褐色の髪。誰もがテントガール事件は迷宮入りすると思っていた。ところが事件はこれで終わらなかった。テントガール事件から20年後、テントガールの第一発見者ウィルバー・リドルは結婚して、ローリという17歳の娘がいた。この時ローリは同級生のトット・マシューズと付き合っていた。リドルは自宅に来ていたトットにテントガール事件のことを話して聞かせ、彼に似顔絵を見せた。トットはこの時からテントガール事件に夢中になり、この子には今も帰りを待っている両親がいる、この少女の正体を突き止めようと思い始めた。トットは事件に関する新聞記事と FBI の鑑識報告書を徹底的に調べた。すると報告書に遺体と一緒に発見された白いタオルは赤ちゃんのおむつだと書かれている一文に気がついた。また報告書によると、テントガールの爪はよく手入れされていたらしい。1960年代当時の少女たちが爪の手入れをする習慣はほとんどなく、この記述は不自然だった。この時彼はテントガールは捜査員が思っていたよりも年上であり、母親になっていたのではないかと疑い始めた。その後トットはローリと結婚した。結婚後も取り憑かれたようにテントガール事件に没頭したが、これといった情報は得られず、トットの調査は暗礁に乗り上げた。ところが1992年にある革新的な技術が登場し、調査の効率が飛躍的に向上した。それはインターネットの登場だった。トットはインターネットの検索機能がテントガール事件の解明に役立つと気がついた。彼はパソコンを持っていなかったが、
貯金をして数ヶ月後にパソコンを購入した。それからというもの、トットはインターネットで情報を集め続けた。しかし時代はまだインターネット黎明期、大した情報を得ることができないまま10年の歳月が流れた。1998年1月のある夜更け、トットは未だに諦めることなくテントガール事件を追い続けていた。妻と息子が寝静まった後、トットはいつものように行方不明者のウェブサイトを眺めていた。これまで数えきれないほど行方不明者の情報を見てきたが、どれもテントガールと一致するものはなかった。だがこの日は違った。突然レキシントン1967年行方不明というワードが目に入った。詳細を確認すると、ローズマリー・ウェストブルックという人物が姉のバーバラ・アン・ハックマン・テイラーを探している投稿で、次のような内容だった。私の姉バーバラは1967年から行方不明になっています。髪の毛の色は赤褐色で、目は茶色、身長154センチ前後。最後に目撃されたのはケンタッキー州レキシントンです。情報をお持ちの方は掲示された住所までご連絡ください。トットはついに見つけたと叫んだ。この情報は驚くほどテントガールと一致していたのだ。翌日トットはローズマリー・ウェストブルックに連絡を取った。ローズマリーによると、バーバラは当時24歳でレキシントンのレストランで働いていたという。この時遊園地で働くジョージ・アール・テイラーと結婚していて、2児の母親だった。ある日夫のテイラーがローズマリーの家にやってきて、バーバラが子供を置いて家を出て行ったきり行方不明だと話した。まだローズマリーは10歳だったが、これはおかしいと思った。子供を大切にしていたバーバラが家を出ていくとは思えなかったからである。ローズマリーはテントガールとバーバラの間には十分な類似点があり、さらなる調査の必要があると考え、トットに協力することを約束した。バーバラがテントガールであると確信したトットは警察署に赴いて事情を説明した。当時の捜査方法は誤りであり、少女ではなく成人女性を探すべきだったと主張したのだ。しかし警察はトットを相手にせず、彼をテントガール事件に執着する変人だと思っていたようである。トットは諦めずに警察を説得し続けた。最終的にテントガールの身元を判明するには DNA 鑑定に頼るしかなかった。トットは真実を明らかにするため、テントガールを墓から掘り出すよう警察に訴えた。1998年3月2日、警察もついにトットの訴えを認め、テントガールの墓を掘り起こした。テントガールの遺体は研究所に送られ、DNA の抽出が試みられた。遺体はすでに白骨化していたため、テントガールの歯から DNA が採取され、ローズマリーの DNA と比較された。1ヶ月後、鑑定結果が発表された。テントガールの DNA はローズマリーのものと一致して姉妹であることが認められた。テントガールはバーバラ・アン・ハックマン・テイラーだったのだ。10年間執念の調査を続けたトットの努力がついに報われた。彼がテントガール事件を調査するきっかけになった義理の父ウィルバー・リドルは、彼はこの事件に1000時間以上費やした、彼は警察以上に一生懸命働いたと褒めたたえた。一方警察は事件の真相を改めて捜査した。すると当時バーバラとジョージは喧嘩が絶えず、夫婦関係は相当険悪だったことが分かった。この事実をもとに夫ジョージ・アール・テイラーが第一容疑者として浮上したが、捜査を進めるとジョージは1987年にすでに死亡していたことが明らかとなった。結局バーバラの命を奪った犯人は現在も特定されていない。トットはその後、行方不明者の情報が掲載されたウェブサイトの構築に貢献。現在では全米の行方不明者数千人を扱うサイトとなっている。一方バーバラの家族は、
彼女の遺体を再び元あったジョージタウンの墓地に埋め戻すことに決めた。現在テントガールの墓には新しい墓石が用意され、バーバラの名が刻まれている。